吉川英治作宮本武蔵二天の巻より修行学問は朝飯前に昼間は藩の事務を見たり時には江戸城へ詰めたりその間に武芸の稽古は随時にやるとして夜は大方若侍相手に打ちくつろいでいる。 細川忠であった。「どうだな何か近頃面白い話は聞かぬか?」。忠敏がこう言い出す時は特に改めて無礼講と許されなくても家臣たちは「さればこういうことがございますが」といろいろな話題を持ち出すのをきっかけに礼儀こそ乱さないが家長を囲む一家族のように むつみ合うのが例であった主従という段階があるので忠敏も公務の場合は春厳な様態を崩さないが晩飯の後など片びら一重になって殿井の者たちの世間話でも聞こうとするときは自分もくつろぎたいし人をもくつろがせたいのであったそれに忠敏自身がまだ多分に 一個の若侍といった風だから、彼らと膝を組んで彼らの言いたいことを聞いているのが好きであった。好きばかりでなく、世情を知る上には、むしろ朝の慶書よりも生きた学問になった。岡谷。はあ。そっちの槍はだいぶ上がったそうだな。上がりました。自分で申すやつがあるか。 人が皆申すのに自分だけ謙遜しているのはかえって嘘をつくことになりますから。ははは、しぶとい自慢よのう。どれほどなって並みになったかいずれ見てやるぞ。で、早くご合戦の日が来ればよいと祈っておりますがなかなか参りません。参らずに幸せであろう。若殿にはまだ近頃のはやり歌を ご存じありませんななんという歌か。やりしやりしは多けれど、岡屋ご老じは一のやり。うそを申せ。ただとしが笑う。一度も笑う。あれは名古屋三座は一のやりという歌であろうが。いや、ご存じで。それくらい。と。そして。 ここでは平常の稽古に、槍をいたしておる者と、立ちをいたしておる者といずれが多くあるな、と尋ねた。ちょうど七名いたが、拙者は槍と答えた者が五人で、立ちと言った者は七名のうち二人しかなかった。で、ただとしは重ねて、なぜ槍を習うか、とその者たちへ尋ねたところ、 戦場において立ちよりも理がござればと一致した答えだった。では立ちのものはと聞くと戦場においても平時においても理がござればと立ちを稽古しているという二人が答えた。槍が理か立ちが理かこれはいつも議論になることだったが槍の者に言わせると 戦場では平常の小技の稽古などは役には立たぬ。武器は体に扱える程度に長いほど利である。特に槍には突く手、殴る手、引く手の三役がある。槍はまた戦いに損じても立ちの代わりがあるが、立ちは折れたり曲がったりしたらそれきりではないか。立ちの利を解く者は いや我々は戦場だけを武士の働き場所と考えていない。常住だが武士は太刀を魂として持っているので太刀を修練するのは常に魂を研いでいることになるゆえ戦場で多少の不利はあっても太刀を本意として武芸は磨くべきだと心得る。その武道の奥義に達しさえすれば太刀によって得た錬磨も 槍を取れば槍に通じ鉄砲を持てば鉄砲に通じ決して未熟な不覚はあるまいかと存じます一芸万法に通ずとか申しますればこれは果てしない問題になりそうである忠敏はどっちへも加担せずに聞いていたが太刀に利があると力説していた松下舞之助という若侍へ 舞之助今のはどうもそち自身の口ぶりでないところがあるぞ誰の受け売りだ」と言った舞之助はむきになって「いえ手前の持論で」と言ったが「だめじゃわかる」と忠敏に看破されて「実はいつぞや岩間覚兵衛殿の伊佐良子のお住まいへ招かれた説同じ議論が湧き 合わせたた佐々木小次郎と申すす。から聞いい言葉でございますしかし手前の平常の主張と一致しておりますので手前の考えとして申し上げた次第で他を偽るつもりはございませんと白状したそれみ忠しは苦笑しつつ胸の内でふと反夢の一つを思い出していたそれは かねて岩間各兵衛から推挙している佐々木小次郎という人間を召し抱えるか否か、未だに宿題として決めかねていたことである。推薦者の各兵衛は、まだ若年ゆえ、二百国を下し置かれれば、と言っているが、問題は六高ではない。一人の侍を養うことが、いかに重大か、 特に、新山を入れる場合においては、なおさらであることは、くれぐれも父の細川三歳からも彼は教えられていた。第一が、人物である。第二が、和である。いくら欲しい人間でも、細川家には、細川家の今日を築き上げた、譜代がいる。一班を石垣に例えて言うならば、 いくら巨大な石でも良質な石でもすでに柿となって畳まれている石と石との間に組み込める石でなければ使えないのである均等の取れないものはいかにそれ一個が得難い質でも半平の一石とするわけにはいかない天下にはあたらそういう角が取れないためにせっかくの遺材名石でありながら 野に埋もれている石が限りなくある。特に関ヶ原の乱後にはたくさんあるはずであった。けれど手頃でどこの柿絵でもはまるような石は抱える大名がその多いのを持て余し、これはと思う石には角がありすぎたり妥協がなくて事故の柿絵はすぐ持ってこられないのが多かった。そういう点で、 小次郎は若年者であってしかも優れているということは細川家へ仕官するには無難な資格であったまだ石とまではならない若い未完成品だからである佐々木小次郎というものを思い出すと細川忠敏は同時に宮本武蔵なるものをも自然胸の中で思い比べた その武蔵のことは、はじめ、老身、長岡佐渡から聞いたのである。かって佐渡が、今夜のような、夜とぎの、窓いの折に、ふと、近頃、変わった侍を一人、見出してござるが、と、例の、法天ヶ原開婚のことを話したのである。そして、その法天ヶ原から立ち返ってきた次の折には、惜しいことに、その後、 行方も相分かりませぬよしで」と短足と共に報告しただが忠敏は断念しきれずにぜひ見たいものだと言って心がけておるうちに居所も知れよう佐渡直も心がけよと命じておいたで忠敏の胸には岩間角兵衛から推薦の佐々木小次郎と 武蔵とがいつの間にか比べられていた佐渡の話を聞けば武蔵の方は部に優れているばかりでなくたとえ三夜の部落にでも開墾を教え自治を悟らせるなど計画もあり人物の幅もあるまた岩間覚兵に言わせれば佐々木小次郎は名門の子で深く 剣に参事文法に通じまだ年早も若いのにすでに元流という一派をすら自称しているとあるしこれもざらにある豪傑とは思われない特に各米以外の者からも近頃江戸における小次郎の懸命はしきりと聞くところであった隅田川原で 尾端門下を4人も切って平然と帰って行ったということ神田川の堤でもまた北条新蔵までも返り討ちにしたというようなことがよく噂にあがるのだったそれに引き換えて武蔵という名はとんと聞かない数年前に京都の一条寺でその武蔵が 吉岡一門の何十名を相手にして打ち勝ったというようなことは一時喧伝されたがすぐその反対説が出て「あの噂は眉唾者だそうじゃ」とか「武蔵というのは売名家で派手にはやったがいざとなった場合はいち早く永山へ逃げ込んだというのが真相らしいて」とかそのほか よい時にはすぐ一方から出る半導説が間もなく彼の懸命をもみ消してしまった。いずれにしろ武蔵の名が出るところには何かすぐ悪評がまとっていた。さもなければ黙殺されて彼という賢人などは賢人の仲間にいるかいないか存在の程度すらないほどだった。それに さかの国の山奥で生まれ、名もない豪子のせがれでは、誰も帰り見るものはなかった。尾張の中村から秀吉が出ても、まだまだ世の中は階級を重んじ、血統をてらう風習から少しも抜けていなかった。そうだ。忠歳は思い出した手を膝に打って、若侍たちを見回しながら、 武蔵について居合わす者たちに聞いてみた。誰かそちたちの中に宮本武蔵というものを存じておるものはないか何か噂でも聞いたことはないかなするとすぐ「武蔵」と顔を見合わせてつい近頃その武蔵の名は町の辻々に出ておりますので誰でも名だけは存じておりますが。 若侍のほとんどが皆それを知っているような口ぶりだった。ほっ武蔵の名が辻々に出ておるとはどうしたわけか忠敏は目を見張った。縦札に書かれてあるのでござる。若侍の一人が言うとまた一人がその縦札の文言を人が写していくので拙者も面白いことと思うて。 開始に移してまいりました。若殿、読み上げてみましょうか。うん、読んでみ。これで、と、保護を広げて。いつぞや、おらしゅうに、うしろを見せて、つん逃げた。宮本武蔵へ、ものゆうべい。みな、くすくす笑った。ただとしは、まじめだった。それきりか。いや、 本遺伝のおばばもきと尋ねてあるぞ。おら衆にも兄弟分の遺書があるぞ。出てこずば侍とは言われまいが。と読み続けた。そして、これは半河原やじべえという者の,の古文どもが書いて各所に立てたものだそうで、いかにも文言が無法者らしいと町の者は嬉しがっておりまする。と説明した。 忠しはほろ苦い顔をした。自分が胸に持っていた武蔵とはそれではあまりに違うからである。その唾は武蔵が浴びているばかりでなく自分の愚かもあざけられている気持ちがしたのであろう。うーん、武蔵とはそんな人物か。忠敏がなお市松の諦めかねたものを持ってそう言うと、 ほとんどが幾同音に「どうもつまらぬ男のようでござります」と言ったり「いや何よりもよほどな卑怯者と見えまする」「須町人までにこうまで恥ずかしめられても一向姿を見せんそうですから」と一同が言った「やがて時計が鳴ると若侍たちは皆退座した」 としは眠ってからも考えていた。けれども彼の考えはあながち州と一致していなかった。むしろ面白いやつと思った。武蔵の立場になって複雑に考えてみることに興があった。あくる朝、いつもの軽症の間で受講を受けて、園へ出ると庭に、 長岡佐渡の姿が見えた「佐渡佐渡」と呼びかけると老人は振り向いて朝の礼儀を庭先から陰銀にした「その後も心がけておるか?」。忠敏の言い方が佐渡には唐突に聞こえたと見えてただ目を見張っていると「武蔵のことじゃよ」と忠敏が付け加えた。 と佐渡が頭を下げるととにかく見つけたら一度屋敷へ召しつれい人間が見たい」同じ日いつもの湯葉へ忠敏が昼少し過ぎ姿を現すと的場の控え所に彼の姿を待っていた岩間角兵衛がそれとなく小次郎の推挙をまた繰り返した。 ただとしは弓を取りながらうなずいて。忘れておった。うん。いつでもよい。一度、その佐々木小次郎とやらを、この湯葉まで召し連れてこい。抱えるか抱えぬかは、見た上のことじゃが。と言った。虫しぐれ。ここは、伊サラゴ坂の中腹。 岩間角兵衛が支度の赤門の中。戻ったぞ。お帰りなさいまし。出迎える召使いたちへ。うん。と答えて。佐々木殿は今日は家におるかそれとも外出か角兵衛はすぐ尋ねた。今日は終日家にいた様子で、今も寝転んで涼んでおります。 会から聞いて「そうかでは酒の支度をしての」「支度ができたら佐々木殿をこちらへお呼びしてまいれ」「その間に風呂に入ってと角兵衛はすぐ汗になった衣服を脱ぎ風呂場で浴衣になった」「書院へ出てくるとお帰りか」「小次郎は内は片手に先へ来て座っていた」 酒が出るまず一杯と各兵衛はついで今日は良いことがあるのでそれをお聞かせしたいと存じてな。ほ良いこととはかねて底元の身をご推挙しておいたところだんだん殿にも底元の噂を耳にされ近日連れてこいということになったのじゃ。いやもうここまで運ぶには容易ではない。 何しろ、家中の誰や彼から推挙しておる人間も随分多いからの。定めし小次郎が喜んでくれるに違いない。各兵は正直に期待していた。小次郎は無言のまま、逆の端を口へつけて聞いていたが、ご返拝。そういったのみで、嬉しそうな顔もしないのである。 だが各米は、それを不服と思わないのみか、むしろ尊敬さえ抱いて、これでお頼みを受けたそれがしも、世話がいがあったというもの、今宵は祝杯でござる。お過ごしなさい。と、さらについで行く。小次郎は初めて、お心添え、片付けない。と、少し頭を下げた。 いや、何、底そこもとのような器量人をお家に進めるのもご奉公の一つじゃ。そう課題にお買い下されては困る。元より、六は望まず。ただ、細川家は、雄彩公、三彩公、そしてご当主、忠敏公と、三代も続く名主のお家。そうした藩に奉公してこそ、武士の働き場所と思ってお願いしてみたことでもあれば。 いやいや、身どもは少しも、そこもとの不意調はしないつもりだが、誰言うとなく、佐々木小次郎という名は、もう江戸表では、隠れのないものになっておる。こうして毎日、ランダにブラブラしている身が、どうしてそう有名になったものか。小次郎は自重するように、若々しい歯並びを見せて、別に拙者が出職しているわけではない。 世間にエセもノが多いのでしょう。ただと思考には、いつでもめしすれい、と仰せられたが、して、いつ判定までお出向きくださるのこちらも、いつなと。では、明日でもよろしかろう、と当たり前な顔つきである。各米はそれを見て、なおさら彼の人物の大きさに傾倒したが、 ふと、ただとしから念を押された一言を思い出して、しかし、とにかく一度、人間を見た上で、という仰せでござった。あとはもうせ、これは形式で、五時間の義は、もうくぶくぶりんまで決まったも同じようなものではあるが。と、小次郎へも、一応はと考えて断っておいた。すると、小次郎は、杯を下へ置いて、 各兵衛の顔をじっと静止した。そして、やめた、各兵衛殿、せっかくだが、細川家方向は見合わせる。公然と言った。ほ、なぜと角兵衛はさも当惑そうに彼を見守った。小次郎は一言、気に染まぬゆえ、とにべなく言ったのみで、 理由は口に出さないのであるだが小次郎が急に不機嫌になったのは各兵衛が今「召し抱える貝か,かは当人を見た上で」と言ったその条件が気に障ったものらしかった「何も細川家に抱えてもらわなければ困る体ではないどこへ持って行っても三百石や五百石は」。 平常それとなく示している小次郎の誇りに各兵衛のありのままな伝え方がぐいと当たりが悪く触ったものにそういない小次郎は他人の気持ちにかまっていないたちだったから各兵衛が当惑して困った顔をしていようが自分をわがまま勝手な人間と思おうが一向心にかけるふうもなく食事を終えると さっさとわがすむむねへかえってしまった。ともしびのないたたみには、つきあかりが白く差しろくさしこんでいた。こじろうはそこへあがるとすぐ、よったからだを、あおむけによこたえて、てまくらをかった。ろくにのぞみはない。とかねてじぶんからいってはあるが、かれのまんしんは、やぼうにみちていた。そのかれに、 の望みがなないわけもなく、自分の力で与う限りの名声もまた立身も望んでいた。さもなくてなんで苦しい修行などやる必要があろう。立身のためだ。名を上げるためだ。ふるさとへ錦を飾るためだ。そのほか人間と生まれた甲斐をあらゆる点で満足させるためだ。そのためには、 今の時代では何と言っても標法に優れることが出世の早道である。幸いにもこの時代に自分は剣にかけては天品の質を持って生まれてきた。とこう彼は考えている。自尊心を持っている。また聡明なる書生の歩みとして歩んでいる。だから彼の一心一体はすべて この目的と駆け引きから割り出されていた。わし、人に士官のあっせんを頼んでおきながら、主君とする人の言葉が気に食わないだどと、間際になってわがままをこねる。岩間閣兵衛は弱って、もうかまうまい、と思った。けれど閣兵衛は、 もともと小次郎という人間が好きだった。凡物でないと打ち込んでいた。従って遠ざは腹も立ったが数日たつと、いやあれが彼の偉いところかもしれぬと考え直してきた。並の人物ならお目見えといえば喜んでいくだろうにと善意にくんでむしろそれくらいな気概は 若い人間にある方が頼もしいしまた彼にはその資格があると余計小次郎が大きく見えてきた。で4日ほど後それまで彼は整いがあったり景色も直らなかったので小次郎とも顔を合わせなかったがその朝彼の胸をぶらりと尋ねて小次郎殿 昨日も親方から下がろうとすると、ただと志功が、まだかと、そこもとのご催促じゃ。どうじゃな、お湯場で会おうと仰せられるのじゃから、ご家中の弓でもご覧になるつもりで、気軽に出かけては、と気を引いてみた。小次郎がニヤニヤ笑って答えないので、彼はまた、仕官をするなれば、 一応お目見えをすることはどこにでもある例じゃから何もそこもとの知辱にはなるまいが。だがご主人ん、もし気に入らぬ、断ると言われたらこの小次郎はもう古物になるではないか。小次郎はまだ自分を商品のように売り歩くほど落ちぶれてはおり申さん。わしの言い方が悪かったのだ。 殿の仰せはそういう意味合いではなかったが。しからば、ただと志向へどうお答えなさったのいやまだ別にどうとお答えはしておらぬ。それで殿には殿で心待ちにしておられるらしい。ははは、恩人のあなたをそう困らせては愛すまんな。今宵も殿井の日じゃ、また殿から何か聞かれるかもしれぬ。 そうわしを困らせずに、ともあれ一度、判定へお顔を出してもらいたいが。よろしい。小次郎は恩にでも着せるようにうなずいて、行ってあげましょう。と言った。各兵は喜んで、では、今日にもさよう、今日参ろうか。そうしてほしい。時刻はいつでもという仰せでござったが、 昼少し過ぎなら、お湯場へ出ておられるから、窮屈でもなし、気も軽く排謁できるが、承知した。相違なく。と各兵は念を押して、先に判定へ出かけていった。その後で小次郎は悠々身支度をした。身なりなどは構わない豪傑風なことを常に言っているが、彼は実はなかなか洒落者で、 非常に身を飾るたた。ちだった薄物の紙下白鎖織の袴草履も傘も新しいのを出させ岩間家の中間に馬はないかと尋ねた坂下の花屋の小屋に主人の乗り換え馬の白が預けてあるからと聞いて小次郎はその花屋の軒に立った。 お主の小屋に岩間殿の白が預けてあるそうだが出してくれい。お、これは。慌てて辞儀をしてお出ましで。と、親父は小屋から月毛を引き出してきた。小次郎はその白を撫でて、良い馬じゃな。はい、良いお馬でございまする。行ってくるぞ。親父は蔵の上へ移った小次郎の姿を見上げて、 お似合いいなさいます。炎天を打たせて彼の城は往来を払っていった町屋の者も旅人も歩いている侍も彼の馬前を避けてそして皆振り返った実際彼の馬上姿は江戸の町へ入っても目につくほど立派だったどこのお武家だろうと人々は見るのであった 細川家の判定に着いたのは、約束通り暑い真昼中だった。駒を預けて、邸内へかかると、岩間角部へはすぐ飛んできて、ようおいでくだされた、とねぎらいながら、少し汗でも拭いて、お控えでお休みください。ただいま、殿へお取り次ぎをする間、と、麦湯、冷水、 タバコ本と下絵も置かないではお湯場へとまもなく別の侍が案内をしに来るもちろん彼が自慢の物干し竿は家臣の手に預け消灯のみでついてゆく細川忠敏は今日もそこで弓を射ていた夏中百射を続けるというので 今日もその幾日目かであった。大勢の侍が忠しを取り巻いて矢を抜きにかけたり貝ぞれしたりまた片唾をのんで弓なりを見守っていた。手ぬぐい、手ぬぐい。忠しは弓を立てた。汗が目に流れ込むほどいつかれていた。各兵はその潮に との、と傍らへひざまずいた。なんじゃ。あれに、佐々木小次郎が参ってご拝謁を待っております。お言葉をいただきと存じまする。佐々木ああ、そうか。忠しは目もくれないでもう次の矢を鶴にかけ、足を踏み開いて、ゆんでを眉の上にかざしていた。 ただとしばかりでなく、家臣たちも誰一人、控えている小次郎に目をくれるものはなかった。やがて百社が終わると、水、水、ただとしは大息で言った。家臣たちは井戸水をあげて、大きなたらいに水を張った。ただとしはもろ肌を脱ぎ、汗を拭いたり、足を洗った。 そばから家来が田元を持ったり、新しい水を汲んだり、買い添えはおこたりないが、それにしても、いわゆるお大名の仕草とも見えぬ野人ぶりであった。国元にいる大殿と呼ばれる三歳公は茶人である。先代の有妻は、それにもまして風雅な家人であった。定めし三代目の忠敏公も、みやびたる、 公家風の人か御殿育ちの若殿だろうと考えていた小次郎はちょっとその体に意外な目を見張っていた。よく吹きもしない足をすぐ草履に乗せてずかずかと忠しは湯場へ戻ってきた。そしてさっきから孫ついている岩間角兵衛の顔を見ると思い出したように「角兵衛会おうか。 とばりの日陰へ将棋を置かせ、供養の門を後ろにして腰掛けた。各兵に差し招かれて小次郎は彼の前にひざまずいた。人材を愛し、土を偶することに扱かったこの時代では、一応越見を受ける者からそういう例はとるが、すぐ忠年の方でも、将棋を使わせ、と言った。 将棋を受ければ客である。小次郎は膝を上げて、お許しを。えしゃくしながら、それへ腰を下ろして、ただとしと向かい合った。司祭、各米から聞いておるが、正国は岩国と申すかよいにござります。岩国の吉川広栄公は、英米の聞こえが高い。そ地の不祖も吉川家に随身のものか。 トークは、大ーの佐々木が一族と聞いておりますなれど、室町殿滅亡後、母方の里へ潜みましたよしで、吉川家の六は判でおりません。などと家計や縁類などの質問があって後、侍奉行は初めてかまだ、朱取りは存じません。当家に望みがあるやに各米から聞いておるが、 当家のどこが用って望んだか。死に場所として死に心地の良さそうなお家と存じまして。ん、うーん。ただとしはうめいた。気に入ったらしく見える。武道は元流と称します。元流？自身発明の標法にござりまする。でも、遠言があろうが。 のを習いましたまた郷里岩国の院子で片山宝紀の神久安なる老人から片山の居合を授けられ方々岩国側のほとりに出てはメを切って自得するところがございました。ははあ元流とは岩国側のそのゆかりから名付けたかご検察のとおりです。 一見したいな。忠敏は将棋から家臣の顔を見回して誰か佐々木を相手に立つ者はあらぬかと言ったこの男が佐々木か近頃よく噂に登るあの著名な人間なのかそれにしては思いのほか若いものだなと感心してさっきから 忠敏と彼との応接を見守っていた家臣たちは忠敏が唐突に「誰か佐々木を相手に立つものはないか」といった言葉にまた顔を見合わせた自然その目はすぐ小次郎の方へ移ったが彼には迷惑そうな景色もなくむしろ望むところと言わんばかりに見えただがなお差し出がましく 我がと名乗って立つ者も,もないうちに岡谷と忠敏が名指した「は」「いつぞや槍が立ちに勝る論議の出た折に誰よりも槍の説を取って引かなかったのはそちであったな」「は」「よいりだ」「かかってみ岡谷ご老子はお受けすると次に小次郎の方へ向かい直って」 不詳、お相手に立ちまするが、お差し支えございませぬか、と尋ねた。小次郎は大きく言葉を胸で聞くようにうなずいた。お願いいたしましょう。陰陰な礼儀の間であるが、何かしらさっと肌じまるような正気が流れた。鳥羽の裏で、的場の砂を吐いていたものや、 弓の整理をしていた人々もそれを聞いて忠俊の後ろへ皆集まった朝夕武芸を口にし太刀や弓を箸のごとく持ち慣れている者にでも稽古以外の本当の試合などに立つ体験は一生を通じてそう何度もあることではなかった仮に戦場を入れて戦うのと 平常の場合、試合に立つのと、どっちが怖いか、ということを、ここにいる大勢の侍に、正直に告白させたら、十人が十人まで、それは試合だ、というに違いないのである。戦争は集団の行動だが、試合は、こと、この、対立である。必ず勝たなければ、 必ず死ぬか,かたはになるのだ足の親指一つから髪の毛一筋までを味方として自己の生命力を尽くして戦い切らなければならない他人が戦っている間ほっと一息を入れるというような余裕なども試合にはない宿として彼の友達は皆彼の虚手を見守った。 だがご老児が落ち着いているのを見るとやや安心して彼なら負けまいと思った細川藩には従来掃術の専門家というものはいなかった有最高、三最高以来数々の戦場で人となったものばかりである足軽の中にさえ槍の上手はたくさんいた けれどその中でも岡やご老人などは藩でもやりしと言われていた実戦を踏んでいるし平常の稽古や工夫も積んでいる老練家であったしばしご悠予」とご老人は主君と相手の者へそう会釈をして静かに彼方へ下がっていったもちろん身支度のためである。 明日に笑顔で出て夕方には死体で帰るかもしれない侍暴行のたしなみとして今日も下帯から肌着まで赤のつかないものを着ていたということが支度に下がる彼の心をその時ふと涼やかにさせていた身を明け放した姿で小次郎はずっ立っていた借り受けた三尺の木立ちを下げ 袴のひだもたらりとからげもせずに試合の場所を選んで先に待っていたたくましかった誰が見ても憎んで見てさえもそれはりりしい男ぶりであった特にわしのごとく勇猛でしかも美しい横顔には平常と何の異なるところも見えなかったどうしたか 相手に立つ岡谷五郎次へは家中の者の友情が湧いた小次郎の異彩を見るにつけ彼の腕のほどが案じられ彼が支度に隠れた帳の方へおのずと不安な目が動いただが五郎次は落ち着きすまして身支度を終えていたそれになお手間取っているわけは槍の先に ぬれざらしを丁寧に巻きつけているためだった。小次郎は見合って、ご老児殿、それは何のお支度だな手前に対する万一のお気遣いなら、無用なご配慮だが。と言った。言葉は尋常に聞こえるが、意味は傲慢な方言に等しい。今、ご老児がぬれざらしを巻いている槍は、 彼が戦場で得意に使う担当型の菊池ありである。絵の長さ九尺よ。手元から先は青貝塗りの研ぎ出し。あやめ作りの刃先だけでも七八寸をあろうという技物なのだ。真相でいい。それを見ながら小次郎は彼の泥をすでに笑うかに言ったのである。無用ですか ご郎子が彼を見て言うと、主君の忠年もそばにいる彼の友も皆、ああいうのだ、かまわん、突き殺してしまえ、と言わんばかりに目でギラギラとけしかけた。小次郎は早くと促すように語気を込めて、そうだ、と目を据えた。しからば、巻きかけた濡れざらしを解きほぐし、 ご老じは長槍の中んをつかむと、ずかずかと進んできて、お望みに任せる。しかし、それが死が真相を取る以上、あなたも真剣を持っていただきたい。いや、これでいい。いや、ならぬ。いや、と小次郎は彼の息を押しかぶせて、半外の人間が、いやしくも竹の主君の前で、真剣を取るなどというんりょは、 慎しまねばなりますますいが。でも五郎二がなお心外らしく唇を噛むと忠敏は彼の態度をもどかしく思ったように「岡谷卑怯ではない相手の言葉に任せ早くいたせ」明らかに忠敏の声の中にも小次郎に対する感情が動いていたでは 二人は目礼を交わした。鋭い結晶が双方の顔に映り合った。途端にパッとご老二から飛びのいた。だが小次郎の体は持ち竿についた小鳥のように槍絵の下に沿ってご老二の懐へそのままつけ入っていった。ご老二は槍を繰り出す暇がなく、不意に身を向き換えると石突きの方で、 小次郎の襟髪のあたりを殴り下ろした。パンッと石づきの先がこだまして宙へ跳ね返された。小次郎の勃剣はとっさにまた槍の勢いで上げられた五老二の肋骨へ向かって低く噛みつくようになってきた。チッチッチッ五老二は踏みのいた。さらに横へ飛んだ。息もつかずまた避けた。 また飛び交わした。だがもう、わしに追い詰められた早草だった。つきまとう勃剣のもとに、かつぜんと、槍が折れた。せつな、ご老児の魂がその肉体から、無理にもぎはなされたような、うめきがして、一瞬の勝負は、ついてしまった。 イサラゴの家へ帰ってから小次郎はあるじの岩間角兵衛に尋ねたちとやりすぎましたかな今日の午前ではいや上々でござったよ忠利公にはわしの帰った後で何と言うておられたかな別に何か言われたろうが何とも仰せられずに黙ってた お座の前へおいでられた。うーん小次郎は彼の答えに不満足な顔を見せたいずれそのうちお沙汰があるでござろう各兵が言い足すと抱えるとも抱えぬともいずれでもいいだがうわさにたがわず忠と志功は名君と見た同じ使えるなら とは思うがこれも縁物だからな各兵衛の目にも小次郎の方々が次第に見えてきて昨日から少し気味悪くなった面持ちである愛すべき若鳥と抱いていたのが覗いてみたらいつの間にか懐でわしになっていた感じである昨日忠敏の面前では 少なくとも四五名を相手にして見せるつもりだったが最初の岡谷五郎次との試合があまりに残忍であったせいか見えたもうよいと忠敏の声で終わってしまったのである五郎次は後で蘇生したというがおそらくびっこになってしまったろう左の太ももか腰あたりの骨は砕けたはずである あれだけ見せておけば、このまま細川家に縁はなくても、まず遺憾はないがと、小次郎は密かに思う。だが、未練はまだ十分にある。将来、身を託すところとして、伊達、黒田、島津、毛利に次いで、細川あたりは確かな藩である。大阪城という未解決な存在が、 まだ風雲をはらんでいるので身を寄せる藩によっては再びスロー人に転落したり落人の浮き目に遭う恐れは多分にある方向口を求めるにもよほど将来を見通してかからないと半年の六のために一生を棒に振るかもしれない小次郎にはその見通しがついていた 山最高というものがまだ国元に光っているうちは細川家は泰山の安木にあるものと見ていた将来性も十分にあるし同じ乗るならこういう親船に乗って新時代の潮へ生涯の舵を向けてゆくことこそ賢明だと考えていただがいい家柄ほど安々と抱えもせぬし 小次郎はややイライラする。何を思いついたのか、それから数日後のこと、小次郎は急に、岡谷五郎次殿を見舞ってくる、と言って出かけた。その日は勝ちで。五郎次の家は時は橋の近くだった。彼は突然小次郎の陰銀な見舞いを受けて、 まだ病床から起き上がれない身であったが、いや、試合の勝負は腕の相違。我が未熟は恨むとも、なんでそこもとをと微笑を見せ、お優しい、おいたわりを受け、かたじけない、と目に露を見せた。そして小次郎が帰ると、枕辺に来ていたともえ、 ゆかしい侍だ。傲慢者と思うたが案外定義もあり礼儀も正しい」と漏らした小次郎は彼がそう言うであろうことをわきまえていたちょうど来ていた見舞い客の一人はもう彼の思うつぼに彼の敵たる病人の口から小次郎の賛美を聞かされていた。